日常では同級生は何人ぐらいいらっしゃいましたか？あのね、もうね300人ぐらいいたと思うんですね。みんなで6組ありましたからね。で50人ぐらいいたから、それがねほんと一組ぐらいしか生き残らなかった。全部なくなる。だからよそへ疎開しておられた人とかね、でその日たまたま用事があって休んだ人、そういう人だけがね生き残られたんですよ。だからみんなやっぱりね、私は先生に何も言われてないんですが、早く行かれた人はもういろいろにね、あの先生もね情けなく悔しいから言われたんでしょう。あの作業も工程をねいろいろ整理しながら、そこの生き残り組言われたいう人がおられました。どうそんなこと言われたの、そうよ言うてね。私はまあちょっと遅かったんですかね、何もそういう話はなかったですね。あのちょっと初めのところで、はい、あのよくわからなかったんですけど、はい、ご自分が5日6日建物疎開に行かれなかったのはどういう、あれはね、5日にあのちょうどその前に妹が病気でね、それでひょっとしたら連れて帰るから言うんで、母がね5日に出たと思うんですよ。それで家が留守になりますのでね、あのその当時家を留守にしちゃいけん、いつ爆弾が落ちるかわからんのにね、それぞれの家は自分であの守らなきゃいけないいうことになってた。それで父がね、あの今日は学校休みなさい言うんでね、で休んで6日はまあ迎えに行って、そのまんまね車をあの上車を母に渡して、そのまま行けると思ったんです。で僕好きもかけてね用意して迎えに行ったんです。帰らないもんだからもう行っても遅れますからね。それですぐ空襲になってすぐ急ぎで帰って、結局2日ほどね休んだ。でそれも聞きました、あの5日に2日に目に6日にね、袋町の小学校みんなその時集まったりでね、初めは現地でしたがね、それでそこで全部支度をしてお弁当もそこへ置いて、であの作業に行って済んだらお弁当そこで食べるんでね、でだからそこへ取ったお弁当もみんな黒焦げになってね、もうあのみんな食べないで全部焼かれたいことでしたね。だからむごいことだったねと思ってね。それからやっぱりあの仲良しだった人のねお父さんとかお母さんに会いました。途中でね、ああ河村さん助かったんじゃねえ言うてね、もうね言葉が出ないんですよ。もうねただ生き残ったいうのがね、用事があったんですけどね、やっぱり自分でね気分を咎めるんですよね。それでねもうみんなそういう気持ちでしたよ。もうね本当にだから静かにね、もうあのあまりこう目立たないように生活してきましたね。でもだんだん33年、50年が済んでから、あのちょうど50年の法要に来ましたらね、あの書き初めが全部貼ってあったんですよ、出てきた書き初め。それで亡くなられた友達とも見ましてね、あ辰巳さんのもあるわと思ってね見よったら、宮川先生がね来られて、あ神原さんですかって、まあ探したんですよってね、あよかったよかった言うてね、あの書き初めが出てきたんですよ言ってね、でこれはあのコピーしたものだから、あとあなたのはね後から送りますから言われてね、でそこでいろいろまあ高校で探したんですよ言ってね、私がねただあの卒業でない言ったもんですから、でみんなねもうね3年まで4年まで5年まで行った人もみんなね何期生の卒業院でみんな出したんじゃそうです。でその当時私がね交流がなかったもんですから、あ私は卒業じゃないからと思ってさっとそれ書いて出したから、もう私ね名簿がなくなったんですね。それで新聞へも出したりテレビでも言われましたがね、ちょうど母の介護で大変だったんです。もうね寝込んでしまってね、であの
いとこが、よしこさん今テレビ出てるよ、よしこさん探してるんと言うて電話かかってきたりね、あらそう言うてね、すぐつけたけども間に合わないですよね。で新聞でも出てたよって言うから、すぐね、知ってる人いて、一級下の人をよく知ってたんです。でそこへ電話して聞いてみたら、あらあのね出てきたのよってね、50年の法要はいつあるんですか言ったらね、高校で明日ですよ言われるから、あおじゃ行きましょう言って、あ来られますか、おじゃ一緒に行きましょう、あの広島駅でね待ってますから、あの車でね行くから一緒に行きましょう言われてね、でその方たちと一緒に行ったんですけどね、そしたらあの私の同級生は誰もね、別にあの33年も私らのグループだけでされましたからね、学年だけで。であの時はもう全体のね法要だったから、あの誰もお友達はね見えてなかったですね。あの戦争で2人のお兄さんが亡くされて、はい、原子爆弾で、はい、お父様と、はい、おじさんが、はい、亡くされてるわけです、はい、こういう戦争原子爆弾について、はい、今持ってらっしゃるお気持ちは。もうね絶対いけません。もう核戦争は特にね、ただパッと一つ落ちてその光であのお家の屋根から上の方から燃えてきましたでしょ。で連兵場もね草でも燃えてるし、そんな危ない兵器を作ること自体がもう大反対ですね。そしてもうあの本当にね戦争のないね平和な世界にしたいねと思ってるんですけど、いつもあの6日にはねそれを祈るんですよね。あの大竹でもありますのでね、あの大竹が当番いう時はお手伝いでこちらへお参りするんで、それ以外は広島へ出るんですよね。それでいつも同期生があと集まってね、いろいろ原爆の話したりいろいろ話してね、また一緒に参りましょうね言ってね帰るんですけども。